するしない？どうも、日向愛子です。今回麻雀の匠、ゲスト大井隆晴プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、来ちゃいましたよ。さあ、ついに隆晴がやってきました。はい、来ました来ました、はい、さあ、そしてM リーグ始まるじゃないですか。始まるね、うん、なので今回は、うんうん、大井さんに赤入りの、うん、あー、なるほど、はい難しいんだよね。M リーグのルールを打っていただこうと思ってます。結構麻雀プロの試合って赤ないことが多いじゃないですか。そうですね。で、今までその赤入りのこう、うんちくというか、知識だったり技術だったりをこう放送で喋るってあんまりなかったと思うんで、ちょっと難しいね。どうしよう、恥かかないように気をつけます。赤入り隆晴を私たちは注目していきたいと、うん、ちょっと自信ありますよ。あるんですね、はい、いつもより押しますよ、私。攻め気が強くなる、はい、結構、うん、普段よく降りてらっしゃる。だいたいね、だいたい4回に3回降りてるんで、はい、守備派なんで。でも変わりますか？変わります。2回に1回押しますし、あと泣き。泣き、はい。いつも 15% ぐらいしか泣かないんですけど、だいたい 30% 泣きます。30%? うん、うん、倍泣きます。だから自分が上がりたいとき、それから赤がたくさん入ってそうな人をこうかわしちゃうとき、いろんな意味で、あとさし、なんだろう、こう相手を脅かすために泣くとかも含めて、はい、赤を演出したり、自分が持ってるぞって持ってないくせにアピールしたり、そう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 、いろんな戦い方があるんですね。それで増えます、泣きが。じゃあちょっとそこら辺の大井さんも私たちは知識とともに吸収して強くなっていこうと思います。そうしてください。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではトン一曲開始です。皆さん手を挙げてください。よろしくお願いします。トン一曲、大井さん、ペーチャースターとドラがリャンワンです。はい、ペーチャースターとは好きですね。好きなんですか？好きです。やっぱり親が2回残ってると、はい、やっぱりトン3曲までいろいろと試せるので、思い切った攻めもできるので、はい、結構好きですね。今回ドラドラですね。そうですね、ドラドラですね、はい、まあ赤があるんで。そう、赤が入ってるルールなんです。いつもよりはドラドラのその破壊力は今いつもよりはないですけど、うん、いやもう十分ですね。もうこの手はどういう方向でいきます？これはね、クイタンを一瞬見たんですけど、はい、急走が重なることでもうリーチも狙ってたけど打たれたね今ね。はい、はい、1枚切れました、急走、はい、仕掛けはでは結構今のとこなくなったじゃないですか。しないですね。ただ初重ねて仕掛けられるようになったらいいなっていうのもあるんで、はい、ちょっと今保留で、もう急速切っちゃうかもしれないです、有効牌引いたら。要するにここら辺だったりですか？ローピンとか G1 とか引いたら、はい、思い切って急速切っちゃうとか、まあ、もうダイレクトで3増引いても、ダイレクトで3増引いたらもしかしたら切っちゃうかもしれないです。それぐらいもうドラを切りたくないし、 E1 が2枚出ちゃってるし、はい、急速いまいちなんで、それぐらいこの魅力が今リーの未然、なんか一直線ってわけにいかないんで。なるほど。とか言いつつ、これはどうですか？これね、一応3ドイツなんで、はい、いろいろ崩れた時にまだね、チートイツになるかもしれないんだけど、どうしようかな。今全員手出しなんですよ、6個。そこもしっかり今見てたわけですね。ああ、それは当然です。あ、でも喋ってて見づらいね、よく考えたら。大井さんの見方としては、はい、手出しとつもぎりは全てこう見ていくんですか？あ、ね、それは、全部ぶっちゃけると、若い頃は全部意味まで全部探ってたんですよ、はい、手出し場所も全部今記憶してるんですけど。でも出てきた場所ですか？はい、でも、はい、それはあまりにも疲弊しちゃって、ハンチャン4回打つと3キロぐらい痩せるんですよ。で、胃に穴が開くんですよ。痩せちゃう。そう、だから辛すぎるので、最近は6巡目ぐらいまでは手出しだけ見てます。6巡目までは手出しだけ。あ、ごめんなさい、嘘。え、嘘です。嘘です、はい、6巡目まではつもぎりだけ見てます。つもぎりだけ見てる。めったにないことなんで、はい、なるほど。基本的にいらないの手から切っていくゲームですから、うん、それはそのまま切る方が少ないだろうってことですね。そう、なので今のところ0個なんですけど、だいたい6巡目まで1人1個ぐらいしかつもぎりっていうのはないので、全員手出しするはずなんで。だからと言いつつも、どうしよう、進めよう。何切りますか？はい、役牌はション牌。役牌切る。ハツとハクは、そう、ハツから行きましたね。はい、これはランダムにしてます、僕は。
白髪チュンに関して毎度毎度変えていらっしゃるんですね、はい、システム化しちゃうと、うんうん、あのバレちゃうので、はい、はいはいはい、ちょっと今手出しですね、はい、やだなやだな、何が今嫌ですか？いろいろと、あ、何もできましたけど、できましたね、白一枚足りちゃったんで、できまして、さっきのやだなは何なんですか？手出しのね、一品の手出しで3品とか持たれたらやだなと、G1 9万 G1 ってもう親がタツ払ってるんですよ。これはどうですか？だけど超十分系ならあの7級になるんですよ。要は、はい、9万から切ってるってことはローマンで両面にしたかったり、うん、赤ウーマンを求めてたんで、うん、まだ不十分系が残ってるはずなんで、チーマンっていう3と7っていうキーパイを切ることは怖いですけど、うーん、大したことない。切った順番で その判断ができるわけですね。思ってるよりは大したことない。なに、これまた難しくなってきましたね。これね、手なりだと、はい、もうこういうのとか切りたいんだけど、うん、バキを見るとあのトイメンさんリャンゾー早いし、神ちゃんイーソー早いんで、三蔵が、はい、転換三蔵なんてこの世で一番良くないんだけど、あのいつもよりちょっといいんだよ。山にまだ残っている可能性が高い。だから今ローワン、チーピン、急走のうち何キロか迷ってる。やっぱりこの統一の急走が交互にまだありますね。ある、もうこういう22799っていうのを完全イーシャンテンなんて言い方するけど、リーチにあの転配するまでには完全系だけど、上がりに関しては完全でも何でもないんで、こんなものは。なのでほぐす、ほぐしの急走になるんですね。そうですね。これちょっと失敗すると馬ぶっちゃって9万つもり、はい、馬ぶっちゃってる感じになっちゃうかもしれないんだよね。例えば2万いったらロスだけど、それ2万いったら食いたんもあるし、まあ手はまだ変化できそうですね。だってこれとこれ選べないんだもん。いい牌ですね、うん、これを選んで裏メタを最悪、例えばこれ切ってパーピン引いたらもうね、生きていけないからそこまでいってくるんですね、うん、それぐらい。今9ピンも手出しだね、E ピン手出し、9ピン手出しなんで、うわーい、これをイーシャンテンって呼んでいいですか？乾杯そう。そして欲しい山荘はまだでも山にいそうという判断ですもんね、うん、これ今回トイメンが賑やかな支配になってきたんですけど、ちょっといいこと言うね。それは気にしてます、うん、気にしてますね。で下茶が一応まだ5つしか切ってないけども、ピンズをまだ1枚も切ってないということで、はい、チーピンを切ろうかどうかを今悩んでます。その判断は下茶のその親に対しても関わってくるわけですね、はい、だけどもこれでこれを切ってウーソを引いて一通にするか、はい、こっちを切ってリャンウーソーとかスーソー引きを待つか。難しい判断の中選んだのはリャンソー。これは危険度も含めてです。あのリャンウーソーが、はい、あのネックになっちゃってる人がいたら嫌なので、親とかが、あ、もうあそこ早そうだね、トイメン、まっすぐ、超まっすぐだもんね、イノシシのように来てるだからトイメンさんは一応一番脂っこいんで読むん でこれ E ピンと9ピン手出し、ウーソー手出し、ちょっと面倒だな。いやこれなん、うん、チュンの自敗とあと端牌のね19だけなんですよ。やっと出てきた内側、ウーソーだけ、マンズが、マンズが分かんないんで、はい、マンズの何かを引いて、スチソマチリースダメでもこれ実際読めないじゃないですか。これそう読めないわけじゃないの。だってこれだって何が通るってどうしたらいいんですか、判断。要は簡単です。 E ピンが手出し、9ピンがその後に手出しなわけですよ、はい、9ピンの手出しっていうのは関連必ずしてて、パーピンが頭とか、それからそうお近くは持ってらっしゃる、それから567899でスッチピンを固定したとか、何かこうお近くは必ず持ってるはずなのね、うんうん、で E 層が速くて、あ、でも E 層が速いのか、スッチ層よりは作動層になるのかな。 U 層は必ず関連するんで、はい、そうだな、現代マージャンだとカンパーソとかあるけど急走が3枚見えてるんで、そうですね、はい、自分からだからウーソのまたぎサブロソとスチソが危ないと、はい、でマンズは全然わかんないんですけど、だから僕はマンズが入ったと思うんですよ。入った、最後の入り目がですか。入り目があ、なんか、はい、なんとなくそんな匂いがしたので、はい、嗅覚ですか。いや、なんでしょうね、入った場所一番左の方に入れたしなんかいろんなリーハイの癖から見てなんかいろんなことをで
踏まえて、で僕これがこれなんで、はい、押します。まだまだ戦う姿勢ですね。で一応アンパイはさっきレンズ切ったのは、はい、レンズ3枚見えてこれが全員にアンパイっぽいんで、これはもうじゃあ全然のリアンス上切りの判断良かったですね。でも関連図は通りそうだけどね。まあまあでも行きます。確実な現物がある。であらでやねん、なんかそうもいかなくなってしまいましたね。これはさすがに行きますけど、危ない牌2枚ですね。どっちも行きますか。はい、行きます行きます。あのスティピンは結構危ないですけど結構行きます、はい、バンズが入ったと予想もありましたけど、ご自身でおっしゃってました。でもパピンとか何か関連してて9ピンの周りもうないので、くっついても嬉しくないんですよ。あ、はい、自分がね、自分が、はいはい、なのでチピン来ました。そうです、これはもう押さないとダメな手だと自分の中で思うので、はい、押します。で、あとは泣くか泣かないかなんですよ。どうします。ローソーを泣いて確定させますか。ローソーはいつもより馬強がいいなと。悪くないですね。チーソーが3つ見えてて、でトイメンさんチーソー切ってるんで、トイメンさんの危ない筋を読もうとしてたんですよ最初、うんうん、そうするならタブローソーが危ない、はい、ピンズはイスピン、リャンウピン、うん、でマンズはちょっと思い出す、ちょっと待って、どこだろう、上目としか言いようがない、ちょっと読めないですね、うん、まだまだ。でもなんか第一だがリャンゾーなんで、もしかしたら何かこう手役が絡んでるかもしれないなみたいなイメージはちょっとあります。聞いてないです。これはまあ一気通貫って言われてますけど、一応これ切るかこれ切るかで食いたんを考えつつ、パーソーの方がいいと考えるか、サブローソー両面はやっぱ偉いし、両面は正義と考えるかなんですけど、単野を抜くのか、それとも一球を残すか、難しい。普通はもう残せないです。やめますか。ローワン打ったら嫌なんで。おお、統一になったこのローワンは受け止めるわけですね。ウーソー切りなんで、6球層の方がまだ通りやすいかな。それはどうしてですか。578って単純には持たなくて、6球層が当たるときは複合してて、あの67788とか、はい、当たっちゃうんですけど、うん、でも地層がまあ見えてるんで当たりにくいかなと思って。自分から地層は2枚見えています。はい、イーソーと球層で迷ってないんです。地層怖いんだよな。単純な578だと先にもっとウーソー出てるはずですね、うん、やっぱりここは一旦こうして考えた結果、はい、現物のイーソー、これでもう全部泣きます。これね、よ赤が怖いんですよ。赤が怖いの、自分の目から一枚も見えてませんね。親は降りたっぽいな、チーピンを抜いたんで受けたように感じますか、はい、あれシャアなんだろう、トイトトシかな、あれシャアトイトトシか、ちょっと待って、シャアを手出しでしたね。シャアの匂いちょっと、うん、いつも嗅いでらっしゃるんですか。嗅いでます、はい、嗅いでます。やっぱりおかげになってる、はい、やっぱ匂いってついてるんで、匂いってついてる、うん、あのシャアはやっぱりちょっと第一だからリャンゾーで手役っぽいって、なんかこう何統一かあるかもしれないので、はい、統一落としである可能性が高いか。あのシャアは統一落としですよ、はい、あれはもう必ず統一落としです。次シャア打つはずです。あともと仕事今通ったパーソーでしたね。でもそのパーソーは僕がリーチって言った時にパーソーが通らないので、じゃあもう一枚こう持っている可能性は高い。シャアを持ってても、はい、いや、で持ってても、持ってない。あのシャアがね、もう一枚出てこなかったときは、まっすぐ行ってることになるから、うん、あ、でも、ワンチャン牌持ってましたね。そうだね、うん、何枚切れだ、それ何枚切れやねんっていう話だよね。まだ泣ける牌は出てきませんし、泣ける牌出ないんだよ、はい、やめようかな。パーソンも2枚打たれてる。初ぐらい行きますよ。9層ぐらい行きたくなりますもんね。9層行きたいです、ね、あ、もう全然行きますよ。だけどね、このリーチね、面ピン赤だと思ってるし、僕面ピン赤いし、だってさ、はい、555がさ、1枚見えてなくて、うんうんうん、だから打ち込みたくないんですよ。パーソン3枚切れになりました。そろそろ泣けるから、まあ、泣けなかったね。そろそろ泣けるから、季節的に自力ではなかなか引きませんね。これはね、難しいです。ここがもう、マンズが場に高いので、はい、ちょっと、トイメンさんがとあのリーチの方がローワンを持ってる可能性が高いので、手に使われている、はい、マンズ2ブロック持ってると思ってるんです、このリーチ。
あ、ローン出た泣けました。これ勝負ですね、はい、ローン出ましたね。ポン、これで天杯感動層、はい、だってあの町がさ、はい、あの読み筋に入っちゃうローソーだから、うん、リーチ者の、うん、これ黒ウソを切って赤ウソを持ってるリーチかもしれないじゃん。ありますね。あるでしょ、はい、そうだから、あ、シャートリトスじゃなかったんだな。違いましたね、トイメン。なんか全然見てないな。おじさん、これはどこまで行くんですか。これはちょっと待ってくださいね、うん、死の果てまで行きたいなだから最後まで、うん、一応マンズが一応4筋通ってないんですよまだ、はい、サブローマンと6級マンだけ聞いただけで、でサブローソーもスッチーソーもあって、それでピンズはリャンウーピン、ウッパーピン、サブローピンといろいろあって、でもねスーピンが3枚見えてたりして、はい、いろいろと。ピンズは浮き彫りになってるのがウーパーピンでしょ、はい、でサブローソーとスッチーソーでしょ、うんうん、でマンズはどこが3枚見えてますけど、マンズは入ったと思うけどな。まあイスーマンとリャンウーマン、うんうん、まあ一応候補で考えているところ、危ないのはそれ。これはウーピン引いたらリャンピン切るし、そうだな、チーソー引いたらウーソー切るし、いろいろ回避できるんだよね。はい、サブローピンは押すし。これ引いたらどうするんですか。これは、僕がリャンゾーフリケンなんで、ウーソーって言います。おお、なるほど。で、できればウーソーノーチャンスにしてほしいですけど、ノーチャンスにならないはずなんですよ。なぜなら、カミチャさんが持ってるから。ウーソーを。入ってるわけですね。もう絶対持ってるんで。かなりこう、感じてますね。あ、もう、あと親が、簡単に撤退してるじゃないですか。これが、赤、ね、赤とかあったら、撤退してないんで、そんな簡単には。僕はそう読んでるんで。じゃあ親の手はそこまで魅力的な牌がないわけですね。もうだから手出し見てないですもん。見ましたけど大げさに言うとですよ、まあ、気にしてないってことですよね、親のことは。はい、全部覚えられないっていう人のためにちょっと面白おかしく言ってますけど、はい、要はあのここはもうさすがに無視でいいでしょっていう、うんうん、こっから強い牌をピュッと、じゃあパーピンって打ってきたら、うんって睨んで、どうしたのってね、なりますね。おいって顔色睨んでやってんなと、やってんなって見つめ合うんですか。来ました、ワンチャンスになりましたね。はい、で、これつもぎりな、手出しの方がいいかな。どっちの方がいいんですか。つもぎりの方がいいな。なんでですか。いや、今やっぱり あからさまにここで手出しちゃうと、はい、急走を押した後なんで。そうですね、さすがにその関連して万が一の論争を止めちゃうことになったりするね。関連感も出したくない、出したくないですね。さあ、上がりきれるか。あれ、赤ウソまたぎじゃないのかな。そしたら、もうどこなんでしょう、町は来ました、筋です、これは取ります、はい、もう大体押しますよ。あとウーピン引いたらリャンピンにスライドさせて、もう計画性もしっかりですね。はい、パーピンでしょ。で、三蔵か、めんどくさいのは。お、今パーワンカ出てきた。何、押してたの。あ、ウソ、ローソンないじゃん。で、裏ドラ、あーすごい、はい、リーチドライオン、リーチ赤、浦さんですかこれ、おいさん読めてなかったカンパーワンでしたね。カンパーワン読めなかった。これはカンチャも読めないですね。マンズ入ってリーチして、はい、気持ちよくと思ってたんで、はい、なんとなく、はい、こういう形でも早めの赤位置だったりするとかなり早めにリーチも飛んでくるから、ね、まあ、馬強がいいんでね、良さそうなパワーワン、ね、全然いいと思います、はい、じゃあ一度皆さん手を開けていただけますか、はい、赤は1個しか持ってない、2個だと思ったのにな。でも1枚ありましたね。でも親がこれで1枚、あれなんで補充したのなんつってね。ないんだよね、うん、これないんですよね、うん、ないですね。ワンチャンスを追ったと。ワンチャンス、ダブルワンチャンス、うん、ただこれが正しいかどうか分かんないけど、親はリャンシャンテンなわけで、まあもうこれ上がりはどうしようもないんですよ、うん、でそういう時に本当に難しいことを言うと、パワーン押しても次なんか押すんだよね、わかる。パワーン押しても次ってウーアンを取んないんだもん。だったらあと3つ置けるものを切るっていうのはありかもしれないんだよね、うん、ってなると、例えばだよ、はい、例えばもうだから嘘またぎは怖いけど、これ3つならもうこれで終わっちゃうし、そう、先生にまでなってくれるパーピンなら3回だってこれパワーワンじゃ通りました、次何打つのっつって、あと2回何か打たなきゃいけないからね、どうせね。
先生高原です。結構そういうのはね、実践的な感じ。本当に難しい、手詰まっちゃってるからね。厳しい中でした、ね、サブラッピン打った方がいいんじゃないの。そうでもないか。そうでもないね。なんでもない無理、うん、さあ今回大井さん、いろんな手のお話もありましたが、はい、これちょっと読めなかったっすよ。マンズ入ったよね。ウーワンヒだから左に入ってリーチして、マンズできたと思っちゃった。でも、でここから入ったのワンズは合ってますね。いや、だって見てるもん。で、見なきゃよかった。そうそうそう。はい。一番左に入ってリーチ。さあ、トーン一曲は横移動となりました。はい。どうですか、この赤入り。おこない。出会えませんでしたね。でもね、親が消極的だから赤がないとか。ね、読めてましたね、しっかり、うん。僕はドラがあるけど、なんか来てるんで、なんか赤ぐらいだなって言ってたんだけど、まあそんな感じで読みはここまで外れてなかったかな。はい、大井さんありがとうございます、はい、次回もお楽しみに。